YouTube まだやってんのと言われます。そうなんですよ、こんな言われ方じゃないんですけどもね、まだ YouTube 続いてるんですかみたいな感じですよね。これはですね、私が広島市内にいる時に、YouTube の波がこれから来るからねとかね、でその時から私は YouTube でのメッセージを心がけていたんですけども、いや YouTube でね自分にメッセージが送られてくるなんてびっくりしました、と。久保さん YouTube やられてるんですね。でその時はそんな軽い感じだったんですよ。あれから数年経ってですね、インターネット検索すると私の動画出てきたみたいで、久保さんまだやってんだみたいな感じですよね。まだやりますよ。それだって YouTube が全てですからね。 YouTube があるから、 YouTube ってね、もう世界一の会社だと思いますよ、ね、皆さんがお勤めになってる会社、おそらくねその会社の社員であることを、一定のね誇りに思ってるところもあると思いますし、会社にいるから安心だと思ってるところも一部あると思うんですよ。ところがですね、世界一大きな会社 YouTube に属して、そこから報酬もらってる私ってどうですかね。どう思います？辞めると思います？辞めないんじゃないですかね。今日産自動車ってものすごい負債を抱えて1300億円のね融資を、公的融資をね取り付けてるんですよ。そのうちの1000億円は国民の負担になるというね、わけのわかんない状況でしょ。あの日産、ゴーン社長がいなくなってから、ゴーンさんがいなくなってからね、もう日産はガタ落ちです。ゴーンさん追放したもんだから、日産は倒産するでしょ、おそらく。で、そのためにね、融資が取り付けられてるんですよ。1300億円。そのうちの1000億円は、許可もなく私たちのお金で補填されるんですよ。もうざまあみろって感じですよね。何がざまあみろかっていうと、私たちはね、本当に愚かなことをしてしまったと。その出兵返しをこういった形で食うということなんですよね。いやー困ったもんですね。ざまなんて見たくないですね。ということでね、私は日産にも勤めていませんし、大きな会社にもいません。おそらく皆さんがお勤めになっている会社、そういった形のところにもいないと思います。私は YouTube に出勤してるんですよね。YouTube から給料もらってるんですよ。そう考えたらどうですか？どちらが固い人生なのかってことなんですよ。皆さんがお勤めになっている会社、申し訳ないですけども、どうですかね、信頼できますかね。皆さんお勤めになってるところと信頼できないから副業探したりとかね、ビジネスどうだとかね、投資に行ったりとかしてると思うんですよ。今お勤めになってる会社が信頼できれば他のことやらないでしょ。不安だからですよね。信頼してないんですよね。私は YouTube やってます、以上なんですよ。 YouTube を信頼してるんですよ。ただですよ、リスクヘッジのために他のこともやってます。リスクヘッジです、明らかに。これ9割ぐらいは YouTube なんですよ。どんな活動をするときでも、通販で物を買ってもですね、どっかに旅行に行っても YouTube は必ず撮るんですよ。私はな、人生の9割が YouTube なんですよ、すでに。ね。それが YouTuber たるゆえんなのかなと思いますけども、さあどうでしょうか。未だにやってんのって当たり前ですよ。だって私は YouTube に就職してるわけですからね、言ってみれば。YouTube が取引先なわけですから。やめないですよ。で、YouTube に就職してる、YouTube と取引をしてるってことはどういうことかっていうと、日々、毎日、仕事なんで動画を量産してるってことですよ。それ以外ないじゃないですか。動画を全然作らずに YouTube と何の取引ができるんですか。動画を全く作らずに動画の会社 YouTube にどうやってね出勤できるんですかってことですよね。ということで YouTube 一本やりの私でございました。皆さんいってらっしゃい。